え、中小企業に勤めてる会社員です。今回 M&A の売り手側になりました。今後どんなことに気をつけたらよいでしょうかまたうまく立ち回るにはどんなことに注意が必要でしょうかえっ、ー、と、売り手側ということは、その買われて、買われた会社に入るということになるんですけど、 その、どういう条件の理解になるのかっていうのをちゃんと見てないと、クビになる可能性が高いと思ってください。会社を買ったとしても、その会社には価値があると思ってるけども、そこで働いてる人間全員に価値があるとは思ってないみたいなパターンって結構あるんですよね。 あの、ライブドアっていう会社が、あの、堀江貴文さんの会社だったと思ってる人多いと思うんですけど、実はその、堀江門こと堀江さんって、あの、ライブドアという会社を買ったんですよ。もともとはあの、オンザエッジっていう会社を自分で作って、で、その後エッジっていう名前の会社になって上場して、で、その後にライブドアという会社を買ったんですよね。で、ライブドアがね、 たときで10億とかだったかな。で、そこの社員を1人残して全員クビにしたんですよ。 ライブドアっていう、あの、無料プロバイダーをやっていて、ライブドアっていう名前が有名だったので、有名な名前を買うっていうために買ったので、会社の事業自体はそこまでは興味なかったんですよ。で、プロバイダー事業も、実はほとんどその、あの、他の会社に丸投げしてるっていうので、その管理ができるスタッフがいればいいよねっていうので、たった一人だけ社員残して、あと全員組みにしたんですよ。っていうのもあったりするので、その会社の何が価値があるかっていうのによっては、もう社員いらないよねってなる場合 もあるのでなのでクビになる可能性があるっていうのもあるのでひょっとしたらそのあの退職金もらえて早めに辞められるみたいなのがあるんだったら早期退職制度に申し込んだ方がいいかもしれないです。そこはその買取の条件とかによるのであとあの残念ながら買う側も売る側も偉い人は基本的に嘘つきます 要は、あの、メディアに出ちゃった場合に、どういう表社会的評価になるかっていうのもあるし、あと、売るとき買うときの、あの、ま、本当の正しい情報を言うと、では、売る側は自分たちの会社高く売りたいし、その、こういう価値があるよっていうので、本来価値がないものが価値あるって言っちゃった場合、バレるとまずいみたいなのがあって、結構その、持った話とかしたりするんですよ。っていうのもあったりするので、なので、お互いにその、俺たちの会社いい会社だよって言って、もちろんあの、買うっていうのもあるので、なので、あの、両方とも基本、持ったり、 嘘ついてる可能性があるので、あんま信じない方がいいと思います。ライブドアっていう会社で、あの堀江さんこと堀江モンっていう人が、そのライブドアっていう会社って知名度があって、で。 イけてる会社をガンガンライブドアが買う。で、ライブドアが買って、ライブドアが買いましたってニュースを流すと、ライブドアの株価が上がる。で、ライブドアの株価があるから、またかその上がった株価で会社を買うっていうのを繰り広げてて、会社の規模をめちゃめちゃ大きくしたんですよ。で、その結果、あの、吸ったもんだがあって、その会社はあの、韓国の NHN っていう会社に買われて LINE にもなったんですけど、はい。